後天性の脳障害による全身麻痺を克服しようとアメリカのドーマン法による厳しい訓練を続けております京都市の小西ラブちゃん11歳は1年ぶりに来日したグレン・ドーマン博士と再会しまして、ドーマン博士はラブちゃんの目覚ましい回復ぶりに目を見張るとともに、今後治療を続けていけば障害を克服できるとラブちゃんを励ましました。斉藤慶記者の報告です。 This is Rabu. Rabu is a girl. She is in her room. She is in her bedroom. She is in bed, but she is not sleeping. ラブちゃんのことを言ってるみたいだって。ね、女の子がお部屋に来て。今月9日から東京のホテルで行われたアメリカのドーマン研究所の診察には、京都市西京区の会社役員小西直樹さんの次女ラブちゃんをはじめ、ドーマン法のリハビリを受けている全身麻痺の脳障害児42人が全国各地から集まりました。運動による刺激によって脳の機能を回復させれば脳障害を克服できると、独自のリハビリ法を開発したグレン・ドーマン博士は、日本の脳障害児を見るため昭和46年から毎年1回来日しています。そしてラブちゃんも1年ぶりにドーマン博士の診察を受けました。ラブちゃんの回復状態はどうですか？ Oh, she's doing beautifully. Historically, such children as Rob have gotten more and more intelligent and physically worse and worse and worse.And she is certainly reversing that and is getting more intelligent. And she is above average in intelligence now, much above average. And every day she is getting physically better. 今回の診察でラブちゃんの訓練は最終段階に入ることになりました。ドーマン博士によれば、脳障害児が自由に話せず普通に歩けない原因の一つは脳における酸素不足にあるということです。そこで今後人工的に深い呼吸をさせる機械を使って肺を大きくし、ラブちゃんがより多くの酸素を吸収できるよう呼吸法の訓練をしていくことになりました。酸素が多く取れれば話し方も歩き方もより自然になるということです。Yes, I think that medicine moves very carefully and very slowly. But I think doctors in Japan, by and large, are very quick to use these methods. There are many brilliant brain surgeons in Japan. Oh, 今回の診察ではラブちゃんと同じように全身麻痺だった東京の小学校6年生池田真由美ちゃんが6年間のリハビリを終え、ドーマン研究所から卒業することになりました。健常時と変わらないまでに回復した真由美ちゃんはラブちゃんたちにとって大きな励ましであり、将来への希望でもあります。嬉しいなっていう気持ちが一番です。6年間振り返ってどうですか？で、苦しいこともたくさんあったけれども、やっぱり講義とかいろんな友達ができたりして楽しいこともいっぱいありました。我々の予想以上にこの子は非常に頑張ってくれましたので、なんとか下波にしたいという気持ちだけで一生懸命やってきました。ここまで、それに期待に沿って非常に頑張ってくれたと思います。今日は感無量です。診察最後の日の発表会でラブちゃんはドーマン博士やみんなの前でこれまで練習してきた歌、バイオリン、体操、エレクトーンを披露しました。まだ思うように動かない指でしっかりラブミーテンダーを弾くラブちゃんに会場から盛大な拍手が送られました。Many of the dreams that we did not dare to dream, our most beautiful dreams are coming true, and then more. What are they going to be like when they graduate? When they're this good now, how are they going to be when they graduate? Rabu, you're fantastic. And I know you're not done yet.
士の言うように脳障害児の全身麻痺は治らないという時代は過去のものとなりました。そしてラブちゃんはこの3年間でドーマン博士も驚くほどにまさに奇跡の回復をしました。しかし完全に障害を克服するためにはラブちゃんとその家族にとってまだまだ厳しい訓練と忍耐の日々が続きます。本当にラブちゃん毎回見るごとにものすごく回復しているのに驚くんですけども、まあ、しかしその一方では手のひらの豆のようにですね、激しいといいますか厳しい訓練があるんですね。早く池田さんみたいに卒業証書がもらえるといいですね。